Let the free show begin. ヒップホップ DNA パネル、今回のゲストは若者のカリスマ人面ウサギさんをお迎えしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私あの人面ウサギさんに初めてインタビューした時のことをちょっとこう思い出そうと思って、はい、失礼したっけ。自分のラップトップを今朝見たら、はい、2014年7年前で、あ、LXVE LXVE、はい、出した時の出しましたね。発言の内容とかも多分若い感じ でも、もう7年も経つのかと思って、でも多分その時の人面ウサギさんと今ここに座ってる人面ウサギさんは多分もう別人ぐらいに、なんかもういろんなことが変わってるんだろうなと思って。変わりましたね、はい、ちょっとなんか、まあ、アルバムごとに違うことチャレンジしてきたんで、それぞれあの全然違うファンがついてるんですけど、でも LXV だけは別格に新しいファンに対して昔からのファンがこれだけは聴いてみたいな、そういう立ち位置のアルバムなんですけど、実際それ作ったその2014年ぐらいを思い出すと、なんでそんなにトゲトゲしてたのかな、なんでそんなにイライラしてたんだろうっていう、はい、そうか。でもそのトゲトゲしてる感じは確かに当時もすごいお話ししてる間に伝わってきて、でもそれってなんかさ、逆にトゲトゲしようと思って出るものでもないし、それってなんかすごくアティチュードとしては正解な気がしますね。正解、はい、正解だったと思いますね、うん、なんかみんな俺にその極論を求めてるんですよ。へえ。極論とか差別的で、うん、独善的で、うん、日常生活、社会生活の中ではなかなかその登場しえない強いエゴを俺の音楽に求めて聴いてる人が今でも多いです、うんうんうん、だからそうなんだ、はい、結論としてはすごい困ってるんですけどね今。そうですか。ちょっとその辺の話も後でじっくり聞きたいと思うんですけど、はい、なんかすごくこうあの順を追って質問させていただくと、はい、人面ウサギさんがもうだから足掛け10年ぐらいのキャリアを今もうね気づいてらっしゃるわけですけど、最初に自分のラップをレコーディングしてみようって思ったきっかけとか、その時の環境っていうのはどうでしたか？それはなんかこうちょいちょい話してるんですけど、なんか昔リンキンパークとかリンプビズキットみたいなこうラップが入ってくるバンドを友達とやってて、はい、でその音源作りにあたって中途半端な知識でなんかそのインターフェースとか買ってパソコンに音取ればいいのに、うんうん、あのマルチトラックレコーダーっていう、はい、タクのでかいやつを、うん、あのみんなでお金出して買ったんですよ。でこれっすね。え、やばい。映るかなこれ。当時のそうですね、音源は全部このマルチトラックレコーダーで撮って、うん、これなんかあの CD ドライブがついてるんですよ。すごい時代時代っすよね、はい、でなんかその、多分これは何トラックかな、まあ、8トラックぐらいあって、うんうんうん、それぞれのこの縦のフェーダーのところにこう1個ずつ音を足していって、うんうんうん、でなんかこうちっちゃいつまみでこうイコライザーとかコンプレッサーも一応できるけど、はい、パソコンでやった方が100倍楽なんですよ。でもみんないやでも私と G メンさんはちょっと世代ちょっと違うけど、はい、でも私の時代とかはやっぱみんなそれを買って DJ の方とかも、ね、それでミックスとかみんな作ってたな、うん、CD だったりテープだったりとかが入るようになってて、はい、ちょうどその僕平成3年生まれなんで、やっぱりこう先輩方がやってたこととそのパソコン世代に切り替わるこう間の世代なんですよね、はい、だからまあこういうの持っててよかったなとも思うんですけど、へー、これ買った時楽器屋さんにめちゃ嘘つかれてあのラップを撮りたいんです、はい、レコーディングしたいんですよって言ったら、あのそれだったらシュアーの SM58 がいいですよって、あのよくみんなが見る、はい、あの分かりやすい形のマイクを勧められて、まあ、なんでしょうね、絶対にレコーディング向きではないんですけど、うん、どっちかというとライブ向きのマイクってことですか？ライブパフォーマンス用ですね、うん、まあ1個持ってたらいいんじゃないみたいなノリで、うんうんうん、買わされましたね。買わされたっていうか、まあ、買ったんですけど。そうなんですか。じゃあその機材を使って初期はもうご自身でレコーディングしてたってことですか？そうですね、実家の、 あの畳の自分の部屋にあのマイクスタンド置いて、うん、あのスピーチするみたいな、はい、あのこういう太いマイク置いてそれでラップ取ってであの MTR のつまみとかいじりながらめちゃくちゃ頑張ってて、は
でもそれでこう作る喜びとか自分のこう内面をラップにする喜びとかそういったものを徐々にこう感じ取ったって感じだったんですか当時は。ああ多分そうだと思います、うん、まあ、バンド の, あの活動ってもちろん全員集まらないとこう意思の疎通取れないし、はい、スカイプとかも物理的にはできたんでしょうけど、うん、今ほど盛んではなかったような時代で、うん、まあ、自分だけでもラップの練習しようと思ってその動画サイトに上げて、そうするとめちゃくちゃひどいコメントとかつくんですけど、はい、それが逆に自分はあのじゃあこうしてみようとかっていうのができたんですよね。なんかこうラッパー人面ウサギとして、あこれなら続けていけるかもみたいなこう手応えを感じたのはいつ頃だったんですか。向いてんのかなとは全然思ったことないですね。あ、やりたいからやってるだけで、向いてないなってよく思います、はい、そうなんだ。え、逆にそのあ飯食えるぜやったぜみたいな瞬間もありましたか。飯食えるぜの瞬間は月1とかでなんか東京以外 の,、はい、あの遠くで、はい、あライブがライブとかがこうポンポン入ってきた時は、うん、東京っていうローカルからあの全国のみんなヒップホップ聴いてる人たちに名前とか姿を覚えてもらう、うんうん、はい、機会があって、その頃は食っていけるかもって思いましたね正直。でかいっすよね、はい、でもそれこそその2014年ぐらいにお話伺った時はなんかすごい若手が出てきたなみたいな、威勢がいい子が出てきたなみたいな感じで聞いてたんですけど、でも今回も改めてやっぱディスコグラフィーを追って聞いてると、なんかもう本当中堅のラッパーじゃんとか思っちゃって、本当すごいことだわと思って、でかつやっぱりずっとインディペンデントで活動してらっしゃるところに私はすごく勝手にリスペクトしていて、で結構早い時期からインディペンデント号を放つやってます、ね、はい、やってらっしゃる。ちょっと改めてどんなレーベルなのかとか、どういった経緯で立ち上げたのかということを伺ってもいいですか。レーベルではなくて、 あくまで自分のリリースを管理するためのなんか仕組みですかね、うんうんうん、そのローハイフーっていう前にあの在籍してたレーベルから独立するにあたって、人面ウサギという名前以外にあのどこの人だよという、はい、なんかそういうものが欲しくて、うんうん、なんとなく覚えてるのはひらがなカタカナ漢字全部入ってるからかっこいいよねみたいな理由で決めたような気がします。はい、そうですか、うん、でもそれで自分のいわば何て言うか自分の居場所っていうかプラットフォームみたいなものを作ってずっと今に至るまで活動してらっしゃって、なんか利点とか長所みたいなところはありますか。やっぱこういうスタイルのでだからこそ続けられたなみたいな。長所はあの自分で何でも好きなようにして決められるっていう、うん、自分がルールっていうところなんですけど、これがまあ同時に短所にもなると思いますね。なんか単純に2人いたら2倍動けるんで、それが3、4ってあったらいいよねっていう、その5年後はまだいいとして10年後もまだ1人だったらなんか人間的に問題あるんじゃないかなと、そんなに人と共同作業できないのみたいな思われるのも尺なんで、はい、あの信頼できる人とこう密にやっていきたいなとは思ってます。例えば今20歳ぐらいの若いじゃあラッパーの子が今からちょっと気合い入れて活動したいんですよねっていう時におすすめしますか。そういう自分で作った方がいいよみたいな。あのもうすでにそういう人たち多い気がしていますね、はい、俺はなんか自分たちの周りでマネジメントもやって、うん、で流通かけるのも自分たちで会社作ってとか、うんうん、いう人増えたので、うん、まあ、でも自分の意見としては人に任せすぎなことって絶対自分で覚えないし、うんうんうん、あのできなくなっちゃうんで、はい、あのある程度その何も知らないというのはあの避けた方がいいなと、うんうん、ある程度その自分でいろんなジャンルのことをカバーできたら それだけ一人でも動けるようになるので。あと人面ウサギさんといえば本当にリリース量がめちゃ多い。ありがとうございます。それも10年間ずっと変わんないというか、ますますここ最近多作なイメージがあります。そのコラボ作にしろソロもしかも全部自分でプロデュースまでやる作品もシリーズで出してらっしゃって、今年は、はい、あの去年あのコロナでなかなか外出れないっていう時期は本当家とスタジオの往復が多かったんで、うんうんうん、その時期取りためたものをパッケージングして、はい、あの出してるっていう状態なんですよね。
去年はあんまりそのどうやってリリースしようとかもあんまり考えつかなくて、はい、いやー普通に辛かったっすね。うんそうかそうか。なんかその時ってなんかどういうふうに過ごしてましたか。一日家にこもってとにかく制作に全思考神経を傾ける。こもって、まあ、そういうふうにした方、おっしゃったようにした方がなんか、はい、まあ、ポジティブだなと思ったんですけど、うんうん、言ってもなんかニュースで毎日こう、はい、息が苦しいとか、うんうんうん、東京のタクシーでなんか感染したとかそういうニュースがいっぱい出てた時期とか、はい、普通につらかったし、うん、その家にずっといると、まあ、本当にこう心がよどんでくるんですよね、はい、もう眠剤ないと寝れないみたいな感じ、うんうんうん、普通に眠剤眠かすになってて、はい、そうですね、いろんな人に迷惑かけました、うん、すいませんだから何よりです今お元気で、はいはい、うん、今元気ですね、うん、なんかでもそういうなんかよどんだ時ってより面白い曲が書ける、面白いリリックが書けるみたいなのはありましたか。多分今までそういう経験したことあるんですけど、うんうん、例えばめちゃくちゃ酔っ払ってもう10分で書いた歌詞とか、はい、うん、でもその家で真剣に自分と向き合って2時間で書いた歌詞があったとしても、はい、どっちも別に聞き手からすると分かんないと思うんですよ、うんうんうん、なんでそのあんまりその自分ではこういうなんかいろんな奇跡の連続でこの歌詞が書けた、はい、気に入ってるとか、うんうん、この時めっちゃハイですげえいい歌詞が書けたとかありますけど、うん、あんまりもう関係ないかなって、人間のなんて言うんでしょう、その、はい、経験から出てくる出汁みたいなのが、うんうん、嫌がおうにも含まれるんで。でも本当に人面うさぎさんって本当技巧派じゃないですか。なんか本当にスキルがどんどん天井知らずっていうか。ありがとうございます。なんかすごい変な質問っていうか失礼な質問かもしれないですけど、はい、何でしょう、リリックを書くにあたり、はいはい、常日頃努力とかそういうのってしてますか。そのライミングのスキルであるとか、フローをたくさんこう種類をこう繰り出せるようにするとか。ヒップホップとされてるなんかこう、はい、王道のスタイル以外をいろいろ聞いてみるとか、うんうんうん、今実際にやってるのはドリルを作ってるんですけど、ずっと、はい、でもドリルって世界各地で割と乗り方が違って、うん、ニューヨークドリルとかはポップスモークみたいに割とゆったり、はい、間を空けながらこう言葉を重ねていくんですけど、うんうん、UK イギリスのドリルとかは、はい、ちょっとアフリカンな感じで、そうかもね、その次の、はい、小説のキックのところで気持ちいいライムがやってくる。なんかすごい言葉詰め詰めみたいなイメージがありますね。詰めてて、はい、で基本的にみんなテンション低いです、ね、うんうん、そのあとはなんかそのみんながいる団地、もう地元の団地の前で、それも本当に仲間たちと集まって基本的に野外でビデオを撮るとか。あるね、あるそういう、はい、まあ、ちょっと俺今ハマってるんでそれ話しちゃいましたけど、はい、まあ、努力っていうのは自分では意識してないですけど、うん、それをなんだろう、好きな歌だったらカラオケであんまり歌詞見なくても歌えるのと一緒で染み込ませるっていうことですよね、うん、それを再現できるようにどんどん染み込ませる、はい、繰り返し繰り返し、その言語別でスペイン語のドリル、フランス語、イギリス英語、ポルトガルとか探しあるんですよ、はいはい、メキシコとか、そういうのを聞いてると自分の中でその日本語にも応用できるリズムができてたりしますね。すごい。だってさ、この9年10年、まあ、8年なのか、はい、途中でラップやめる方もたくさんいるじゃないですか。いや、まあ、はい、それをなんか続けてて、しかもそれが進化してるのが本当にすごいなって思いました。しかもそれをずっと一人でやってるっていう。そんなになんかすごいことをやってる自覚はあんまなかったんですけど、はい、まあ、褒めてもらえるし、なんだろう、非常に恵まれてますよね、うん、俺は今。そうかそうか。だからその2014年のような、はい、尖った感じはもう一切ない、はい、尖ってても全然いいっすけどね。でもなんかどう尖るんですかね。なんかその、うん、尖りすぎた結果、はい、ツイッターとかもうやめたくなっちゃって、うんうん、そっかそっか。インターネットビジネスをしてる人ではないので僕は。もちろん、はい、まあ、それうまくそのヒップホップのプロモーションに応用することはできますけど、はい、
これもう本当見てる人に伝えたいんですけど、睡眠薬とツイッターってめっちゃ相性いいんですよ。本当やめた方がいいですよ。翌朝めちゃくちゃ後悔するツイートがもうファーってなって1ミリも覚えてないみたいな。でもそれどうやってやめたんですか？ どうやってその距離を置くっていうかうまく付き合うようになりました？いや、単純にその去年は年末にダビーメープルと出したエモテープ の, そのリリースパーティーが渋谷の WWW で控えてたので、はい、その年末まではなんとかこう宣伝とか頑張って、うん、終わったらもう見ないようにして、なんかそのツイッターでもニュースとか出てくるんでそれ見る癖があったんですけど、はい、いやニュースだったら普通にテレビとか、はい、YouTube のその、うんうん、なんか専門のチャンネルというか各日本だけじゃなくていろんなチャンネルで見れるし、はい、ツイッターやめようと思って意識的にやめましたね、うん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 、でも大事な選択ですよね、多分そういうのってね。なんか一つ二つあった方がいいと思ったんで、はい、インスタは残して、うんうんうん、みんなそんな別に騒がないし、うん、亡くなったとか言わないし、みんな、はい、あと周りの結構仲いい友達、それこそ一緒にアルバム出したスカラーとかも、はい、アルバムが完成してよしじゃ あ, 宣伝しようってなった時に、うん、あれツイッターなくないって言われてまあそんなもんでいいんじゃないかなと思いましたけどね。なるほどね。You want a problem?